自分たちの全てを置いてきてもらいたいなと思いますね。どの道いいことしかないっていう、とにかく全力でやってもらいたいですね。 M1 決勝に出場する皆さんへの激励コメントお願いします。そうですね、なんか僕もちょろちょろそういうニュースとかをこう検索していますとですね、まあトリッキーな漫才師が決勝に上がっているので、まあ、マジカルラブリーが、去年開けた穴が広くて、そこから地下のトリッキーな漫才師たちが決勝に上がれてるみたいなことを結構見るんですけど、いや全くそんなことはなくて、本当にただただ皆さんが変で面白い漫才をやってたから上がってるわけですから、自信を持って本当に自分たちの全てを置いてきてもらいたいなと思いますね。はい、野田さんいかがでしょうか。はい、一応その僕たちどちらも体験してるんですけども、最下位と優勝を経験させてもらいまして、その立場からやっぱ言わせてもらいますと、どの道いいことしかないっていうことですので、はい、なので、全力でやれば絶対いいことしか起きませんので、うん、もうとにかく全力でやってもらいたいですね。はい、結果最下位だった時のいいことというのは、死ぬほど仕事が増えました。うん、それまで、まあ、バイトしてたのかな、バイトしてた生活だったんですけども、うん、もう本当に収入も増え、うん、はい、うん、毎日のように働くことになりましたし、うん、ジャカルタでイオンモールの営業なんかもありましたね。うんうん、そうですね。でこれまでこうメディアとかそういう輝かしい舞台で出た時に、やっぱこいつら何者なんだっていう目で見られていたところが、 M1 最下位のやつらだという、うん、その一個のパッケージが出来上がったことによって、なんかこう仕事を呼びやすくなったみたいなのもありましたね。うん、僕らもすごいやりやすくはなりましたね。はいはい、ということは、まあ優勝はもちろんですけれども、まあ、結果最下位になったとしても、もう舞台としては非常に影響力があるということですね。はい、もうそういう最下位だろうが優勝だろうが何位だろうが、うん、もう絶対何かの影響が与える大会、うん、ものすごいでかい大会になりましたんで、はい、全力でやりゃ何かいいことあるという大会になったんで、もう良かったですね、良かったですねっていう感じですね。うんうん、ありがとうございます。はい、